画の中の昔話。民画の題材では主に吉祥か喜者の願いを表す、あるいは神話、小説、民話、故事などの昔話の重要な場面を描いて知恵や教訓を表現します。昔話を内容とした最も代表的なものが説話図と故事人物図です。説話図は神話、小説、民話などの内容を表現した絵であり、物語の筋を全体的に表すというよりは主な場面を描き、見る人がその物語の内容に気づくよう八幅の屏風の形式で制作されました。説話図には三国志演義図、九雲霧図、西遊記図、高校図などがあります。民画の装飾的な機能以外にも識字率が低かった当時、文字の代わりに絵で儒教の徳目や教育的内容、教訓を伝えるという役割がありました。故事人物図は主に韓国や中国における歴史上の重要な人物にまつわる物語の場面を描いたものです。また表現される人物の人生を通し教訓を伝えることを目的に描かれました。その題材としては諸葛亮を3回訪ねたという劉備の物語を内容とする三顧叢路図、後に蔡の王になった邪馬台国が渭水で釣りをする場面を描いた邪馬台国釣魚図、寒山と拾得にまつわる故事を描いた寒山拾得図、俗世を離れ竹林に集まって琴と酒で歳月を過ごした7人の賢者にまつわる竹林七賢図などがあります。